ちゃんです。髪の毛ボソボソなんですけど。早く喋ってって言われた。特に喋ることはないです今日も。東京のソロコンお疲れ様、ありがとうございます。名古屋ぜひ来てください。写真はどこに載せるんですか？載せなくていいですよ、基本的に。ソロコンの話はまだできないですね。昨日は久しぶりにエゴピが出てる公園に入りました。来てくださいよ、もっと。衣装の投票したよ。お、嬉しい。歌ったの分かった。いい、かわいいね。12人公演覚えるの大変ですか？分かんない、本当に本当に時間のやばい。とは言ってもやったことある公演なので大丈夫かなって思ってるんですけど。きなちゃんの機嫌が悪くなったらやめますね。じゃあ、移動しました。きなちゃんとまひこさんの絡みが見たい。まひこさん今忙しいんだよね。いやらしい、配信には映りたくないらしい。テレビ電話好きだよ、大好き。かわいいね、赤ちゃん。どうしたの？
アクスタまた出ます。おしりんちのガム組も配信が苦手みたい。そうなの？そう、今回のソロライブの衣装のアクスタチックのもね、一応着てるんですけどね、ソロライブで。ナルシャベの収録はまだです。渋谷で売ってたのとはまた別のやつです。ポスターはね、多分出ないです。かわいい赤ちゃん、こんばんは、こんばんは。今上向きで寝てます、こうやって。どうったの？どうしたん？あ、ちょっと不機嫌になってきました。怒んないで。よしよし。はいはい。怒っていらっしゃいます。何？はいはい。あっ！ひなちゃんいっぱい見てるよ。いっぱいね、ここ画面のね、向こうで人が見てるんだよ。ひなちゃんのことをね、見てるんだよ。声は聞こえないけど、いっぱいね、人が見てんの。信用できないって、そんなの信じられないって。あっ、ごめんごめん。みんなきなちゃんって呼んでる。きなちゃんって、ほらき
キナちゃんキナちゃんって言ってる。はいはい、撫でろって言ってます。手は見えないけどこうやってやってます。はいはい、みんな全然あのこちらに声は届いてないけど、キナちゃんキナちゃんっていっぱい言ってる。うん、おい、赤ちゃん嫌なの？はい、つない来た。あっ、キナちゃん来て、ここ来て。赤ちゃんです。赤ちゃん。赤ちゃん。きなちゃんはワンちゃんが苦手です。ね。ワンちゃん苦手なんだよね。はいはい、今お仕事それほど忙しくないの。忙しいです。レッスンは別に何もないんですけど、忙しいです毎日。はい、今仰向け、ずっときなちゃんこうやって、
握手会前にサマーツアーのメンバー発表してほしかった。ちょっとそれはね、私たちもまだ知らないので。40分ぐらいまでにしよっかな。どうしたの？カニライクが北海道狙ってる。カニ食べたいだけじゃん。絶対。じゃあ怒んないで。おこだね。撫で続けないと怒られます。配信すんだったら撫でろよって言ってます。かまってちゃんです。赤ちゃんです。きなちゃんね、これでも最近トリミング行ったんですけど。ね、もこもこだもんね、きなちゃん。きなちゃんね、お腹側の毛はね、白いところが多いので白く見えます。仰向けになってると背中のとこがね、茶色いんだよね。
クリームなんで。かわいいです。日焼けじゃない、そういう色、クリームっていう種類です。きなちゃんのパクスタは出ますか？だって撮影する？いつかきなちゃんと私の衣装と同じ生地で、きなちゃんは服着れないんで似合わないんで、リボンみたいな作ってもらうのが夢です。で一緒に写真を撮りたいです。作ってもらおうね、ひなちゃんのリボンも。私の衣装と同じ布、生地でやってもらおう、ひなちゃん。うん、あ、赤ちゃんモードです。赤ちゃんになっちゃったの？カミカミして。うん、ひなちゃん、もうあと4ちょっとで40分になるので終わりますか？終わりますか？してる。バイバーイ、またやります。鉄な、鉄な見てください。鉄なの前に K2 コインもいっぱいあるけど。バイバーイ。